マジマ正造は、日本の政治家、日本共産党所属、衆議院議員を通算一期務めた、長崎県佐世保市出身、佐世保市立山手小学校、佐世保市立花園中学校、長崎県立佐世保北高等学校卒業、九州工業大学進学を機に、北九州市へ移り住み、今に至る、在学中日本民主青年同盟に加盟し、 共産党の活動に関わるようになる。大学中退後は民生同盟職員を経て民生同盟とバタ地区委員長。後日本共産党八幡音楽区委員会委員長。2007年に第16回統一地方選挙として行われた福岡県議会議員選挙で八幡西区選挙区から立候補し当選。この時は真島が唯一の共産党所属県議だった。 当時福岡県知事だった麻生渡るに県庁損壊をめぐる汚職について追及した。しかし次の選挙では議席を守れず落選。この選挙では共産党が県議会での議席を全て失う結果となり、これを機に国政に活動の場を求めるようになる。2012年の第46回衆議院議員総選挙で福岡9区より立候補するも落選。 翌2013年の第23回参議院議員、通常選挙で福岡県選挙区より立候補するも落選。しかし2014年の第47回衆議院議員総選挙で福岡9区より立候補、小選挙区では落選するも、重複立候補していた比例九州ブロックで当選し、初めて国会議員としての議席を得た。北九州市東部の福岡十区を地盤とし、 この選挙では、比例単独立候補で当選した田村隆明と共に、北九州地区での統制拡大に尽力。十区単独立候補し落選した高瀬直子の県議復帰と共産党の県議会における議席回復につながった。2017年の第48回衆議院議員総選挙では再び、福岡九区から立候補したが、小選挙区で自民党の三原に敗れ、 比例復活も必ず落選した。ありがとうございます。